はい、皆さんこんにちは、ワネルミルフジです。今回は対抗立志伝5、こちらをプレイしていきたいと思ってます。で、対抗立志伝シリーズはですね、もうだいぶ前、まだ学生は抜けてたかな、まあでもそんくらい前ですね。もう3年じゃない、3だか4だかを、少しかじった程度で、今回プレイするこの5はもうほとんど初見プレイになります。ですのでちょっとね、グダグダしたりするところもあるかなと思うんですけども、ご容赦いただきながらですね、お楽しみいただければ嬉しいなと思ってます。でですね、毎回、僕の方でプレイしているとき、特にビータですね、音声をちょっとマイクから直撮りしてしまっているところがあってですね、今回もちょっとマイクからビータの音声が少しね、お聞き苦しい点があるかなと思うんですけども、いろいろ、PC の方にこのビータの音声を出力する方法を調べていろいろ模索してるんですけども、ちょっとここまでまだうまくいく方法が確立できていなくてですね、ミカミックスとかからいろいろ機材とか教えてもらってるんですけど、ちょっとね、収録に使ってる PC が違うっていうのがあって、なかなかうまくいかないところがありまして、今回もちょっとねマイクからビータの音声を直撮りしてますので、お聞き苦しい点あるかと思います。引き続きですね、PC でビータの音を出力して収録する方法はね、調べながら模索してやっていきたいと思いますので、確立できるまで、ちょっとこのね、聞き取りづらい音声もあるかと思うんですけども、ご容赦いただきながらお付き合いいただければ嬉しいなと思います。では早速始めていきましょう。で、今ね、日輪の章というのが1560年出てますけども、プレイの方を進めていけばいろいろ選べる年代が増えてくるようなんですが、先ほど同じようにもうほぼほぼ初見プレイに近いので、まずはこの日輪の章しか選べない状態になっています。なのでこの日輪の章を選んでいきましょう。画面左側の方にシナリオが出ています。ちょっとね、長くなってますのでご覧いただければと思います。まあ、戦国時代の一番ね、こう、流動の時代っていうんですかね、いろいろあった時だと思うんですが、で、主人公の選択画面ですね。で、この主人公の選択画面も、今、武士、忍者、剣豪、海賊、商人、これ実は一人ずつしか選べない状態になってます。で、これもプレイを進めていけば、例えばこの武士プレイで選べる武将が、今、秀吉、まあ、木下藤吉郎になってますけど、秀吉だけなんですけど、いろいろ選べるようになってきたりします。で、能力値的にはこんな感じですね。統率80、武力56。まあ、秀吉自体は武力っていうよりかは、どちらかっていうと、統率力とか、知望とかね、魅力とかも、そういったところが高い設定になっているようですね。戦国一の出世頭、他人を魅了する人だらしの才と、常識にとらわれない柔軟な発想力を武器に、次第に頭角を現す。主君信長から絶大な信頼を得て、一兵卒から国持ち大名に出世を果たし、信長没後は怒涛の勢いで天下人の道を駆け上がるというところですね。で、他、忍者プレイ、剣豪プレイでは柳生宗悦ですね。あとは久喜義孝、これは海賊プレイになってますね。で、商人プレイでは内助左衛門というところでいろいろ選べるんですが、まずこの秀吉でプレイをやっていきましょう。まあ、環境設定はデフォルトのまま進めていきます。信長の野望早々戦国立志伝の明智光秀リベンジプレイと並行しながら進めていきますので、ちょっとね、進行スピードが遅くなってしまうかもしれないんですけども、動画の方はですね、公開したら、ツイッターとかの方でもね、お知らせは届くようにしていますので、もしよろしければそっちの方とかでもね、チェックしていただければなと思っています。それでは、ゲームを始めます。忍者、木下様、信長様がお呼びですぞ。この典型的な忍者像ですね、この黒ずくめの感じ。今は清洲城にいるようですね。信長から猿来たか。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、秀吉は
猿猿って信長から呼ばれていたようですよね。で、同僚、まあ、特に、重鎮クラス、柴田勝家とかね、そういった人からもドラマとかで見る限りだと猿って呼ばれてるようなね、嫌いはありますよね。まあ、事実、勝家とかそのクラスからも猿って呼ばれてたのかどうかわからないんですけど、少なくても信長とかはね、やっぱりその猿っていうような呼び方をしていたようではあります。で、信長からは今日はお主に褒美をくれてやるということですね。何くれるんだろう。おう、足軽組頭に取り立ててやる、しっかり励め。これ組頭っていうのは足軽をまあ何人か束ねる、立場の位ですね。で、足軽組頭の上に、侍大将とかがいて、その足軽組頭を束ねるポジションで、今この秀吉が足軽組頭になりましたけど、足軽組頭の下に足軽衆がいるような感じになってるんじゃないかなと思います。で、このあたりはですね、実は僕歴史人っていう雑誌結構愛読してます。特に戦国を取り扱っている号刊に関しては購入して読むようにしてるんで、まあそういったところから知識を得ている部分もあります。なのでね、ちょっとその読み違えたり理解を間違えたりしてる部分もあるかなと思うんですけど、そのあたりはチャンネルあるいはツイッターのコメント欄等々でいろいろ教えていただければ嬉しいなと思います。で、利家はおるかということで、前田利家が来ましたね。これ秀吉に比べてだいぶ凛々しい感じですね。実際利家はかなりなんていうんですかね、今でいうイケメンっていうんですかね、だったっていうような記述記載が当時の記録にも残っているようです。これで藤吉郎も侍か、良かったではないかということですね。まあ今はい、思えば随分と長い道のりでございましたと言ってますけど、確かに利家と秀吉だと出自が全然違いますからね。今画面に出てますけども、秀吉はやっぱり中村の農家に生まれたというのが通説ですよね。一方前田は、利家は、ちょっとど忘れしちゃいましたけど、どっかの、豪族の統領的な感じだったと思います。元はね。で、そこから信長に仕えていったっていうところがあったと思うので、だいぶ出自がね、このあたりからも違いますよね。今、利家と秀吉の会話では、秀吉が敬語を使っているような部分がありましたけど、後に立場はもちろん逆転して、秀吉が天下人。利家は、まあその、秀吉の下で大納言を務めるというところですね。大老職というところになるんだと思います。利家からは侍になったからといってそれで満足してもらっては困るぞと言われてますね。で、侍ともなると評定に出席しなくてはなる、まあ評定っていわゆる会議ですよね。評定については知っておるが存じませぬ。どんなものなんでしょう。ちょっと見ていきましょう。評定というのは大名家の方針をはじめ、主命の割り振り、人事といったことを決める重要な会議のことだ。開催されるのは奇数月の1日から5日の間。なるほど。足軽組頭以上の身分の者はこの間に登場しなくてはならない。無断で欠席をすれば当然お怒りを受ける。遠出して期日までに戻ってこられぬだとということのないよう日頃から日付には注意しておくのだ。なるほど。奇数月の1日から5日の間ですね。その間に登場しなければならないということです。なるほど。今ちょっと飛ばしちゃいましたけども、自分の所属城に、所属する城に行かなきゃいけないんですね。今清洲城に所属してるんだと思うので、清洲城に行かなければいけないということです。で、信長から命令される内容は自分で多少変えることができそうなので、このあたりもね、うまく秀吉の能力値を見ながら、秀吉が得意のジャンルの主命を配慮できるようにしていければ効率よく出世できそうですね。で、主命には期限があるので期限内にしないと信長に怒られるということが書かれています。
で、書面を報告したと次の表情までどう過ごせばよいか知っとるか、いや、自由に過ごしたいけど、どう過ごせばいいんだろう、ちょっと教えてもらいましょう。空いた時間は己を高めるために使うの。例えば、機能を高める、人脈を広めるなど。なるほど。座の仕事を引き受けて金を貯めるのも良い。なるほど。技能によっては支持するように金が必要なものもある。なるほどね。やっぱりどの時代も金ですね。ちょうど大河ドラマ真田丸、今週というか先週末の大河ドラマの方ではね、雪村、まあ、源次郎信繁が真田紐を開発して金儲けをするっていうねシーンがあったかと思うんですけど、やっぱりお金がないと厳しいですからね。今週末僕もタイ旅行の方に出発するので、まあ、そこでまた散財するんだと思うんですけど、そうそう、でタイ旅行の方にちょっとしばらく行ってしまうので、こちらの動画の方の更新もしばらく滞ってしまうかなと思うんですが、収録機器がさすがに持っていけないので、ちょっとね、退屈というかその更新がでなくて、あれってなってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ご容赦いただければなと思います。その間のミカミックスの方でいろいろ動画の方の更新あるかと思いますので、そちらの方でお楽しみいただければと思いますというところを話しているところで、カツイが出てきましたね。もうこの時点でだいぶ貫禄があるな、カツイは。年家ではないが、小物など連れて何をしておる。まあやっぱりこの時からもう年家からすると秀吉は小物扱いですよね。まあただ小物から足軽組頭に昇進しましたからね。お、これはさっさなりまさだ。さっさなりまさもね、秀吉と結構やり合いましたよね。特に、秀吉が、勝家と戦って勝家を倒した前後あたりから、やっぱりこのさっさなりまさは勝家派だったというのもあって、まあ、勝家亡き後も、家康を頼って秀吉と一戦しようといろいろ画策したようです。で晩年は、とはいえ成政も肥後半国かな、半分配慮して秀吉のこの天下の中に組み入れられたんですが、成政自身はそこで一揆が起こってしまって、その一揆の責任を負って切腹させられたっていうような内容だったと思います。で、その、成政の後、成政は半国じゃなくて一国だったかな、肥後一国だったかもしれないですね。ごめんなさい。ちょっとそのあたり、詳しい方を教えていただければと思うんですけど、で、その後、加藤清正と小西行長が、半国ずつ、半分ずつで入国した、じゃなかったかなって気がちょっと今してきましたね。さあ、いろいろ話をしてましたが、このあたりからすでに成政と反りが合わない感じが出てますね。よし、症状まで残り1日ってなってますね。お、ネネだ。ネネ様がいますね。大きな声がすると思ったら、藤吉郎殿ではありませんか。これ、1560年って、ネネとまだ結婚してないのかな？どうなんでしょう。結婚した年がちょっと出てこないんですが。おお、まだ結婚してないんだな。そうだ、わしも侍になったのだ。ネネの殿を妻にすることも、ありえぬ話ではないのだな、と出てますもんね。秀吉とネネ、これ当時としてはかなりレアケースだったようなんですけど、恋愛結婚だったみたいですね。当時はやっぱり恋愛結婚っていうのはなかなかなかったようなんですけど、まあ、そういった時代の中、秀吉とこのネネは恋愛結婚だったっていうことでね、いいですよね。さて、舞い上がってる藤吉郎ですが、こっから表情がもうすぐ始まるはずなんですけどね。
では城に登りましょうか。早速。それかちょっと自宅に覗いてみましょう。おお、質素な家だな。まだ。お帰りなさいませ、木下様忍者。え、なんてこんなところに忍者がいるんだっていうのはありますけど、同じ心境のようですね、秀吉も。なるほど、自宅の用途を説明してくれると。ちょっと聞きましょう。じゃあ自宅は何に使うんだ。休養すると金庫だけ。なるほど。休養すると宿泊宿屋に泊まるのと同じく消耗した体力を回復させることができます。なるほど。宿屋ではなくて自宅で泊まるとお金がかかりませんと。金庫でお金の出し入れはそのままですね。なるほど。給金も金庫に直接振り込まれる、まあ、銀行口座みたいなものですね。つまりでは金庫をちょっと覗いて、早速金を、おお、出金しようと思ったけど金がないと、残念。では外出していきましょう。じゃあ続いては武家宅なんだろう、ちょっと行ってみようかな。なるほど、ここでいろいろ選べるんだな、行く宛先を。家老にはすでに勝家と長秀がいますね。で武将には4名、常置に佐久間、水野、森長吉、この辺りがいますね。長なりかな、これはまだ。あとは川尻、さっさ、滝川とかいますね。ああ、貞勝、村井貞勝はこの時点では侍大将ですね。ああ、先ほど足軽組頭の上に侍大将って言いましたけど、その上に足軽大将がまずいますね。まあ、こんなところになっています。山内、和豊、和氏、この辺りもいますね。あとは新潮豪記の庁舎、太田牛一。あとは長吉に、利家。まあ、この辺りまでいますね。なるほど。親密度がいろいろあるんだ。ちょっと早速、利家の家に行ってみましょうか。さっき会ったばっかですけどね。お、武家宅について知りたいです。教えてください。武家宅で行えることは、その武将がどの勢力に属するかによって異なっておると。なるほど。贈り物、茶席、手合わせ、武将の噂などがあると。で、贈り物、茶席、手合わせは信仰を深める。ただし、月1しかできませんと書いてありますね。で、手合わせは親密度が高くないとできませんというふうに出てきています。好みも含めて武将の性格は武将の噂を聞くことによって知ることができる。やっぱり男も女もどの時代を問わず噂話が好きなんですね。なるほど。自分と同じ勢力や同盟関係にある勢力に属する者からは義の指示を受けることができる。一定の親密度が必要みたいですね、この技能指示にも。ってことは、何もやることないときはこの武家宅に入り浸るっていうのがいいかもしれないですね。では早速武将の噂でも聞いてみましょう。ここはそうだな、太田牛一とかの噂を聞いてみるか。あの者は剣や鎧などの武具を好むはずだと。なるほどね。あとは常ちゃん、おお、これ、だいぶ、重鎮な雰囲気が出てますね。年齢25歳ですけど。なるほど。まあ、ちょっとこのあたりはおいおい見ていくとして、あと勝家ぐらい見ときますか。勝家も剣や鎧を好むと。なるほど。では、一旦これくらいにして外に出て練兵場も覗いていきましょう、せっかくなんで。なるほど、ここもじゃあちょっと聞きましょう。練兵場で行えることといえば、普段は施しだってるのかなと話すしかございません。で、施しを行うとその城にいる兵士の士気を向上させることができますと出てますね。他にも訓練や徴兵ができますということですね。
金がなくて何もできないと。訓練度が低いというふうに言われてますね。では外に出てお城に行きましょう。表情出席者ですね。今回確かに初めての表情ですからね。主な重臣の方々を紹介しておこうと思うのだがどうだ。ぜひまずは勝家ですね。織田家中の猛将鬼柴田、かかれ柴田とかね、いろいろ言われたようです。特に戦の時に一番最初に大きな声でかかれというふうに言ったんで、かかれ柴田と呼ばれたっていうふうにね言われているようですが、あとは丹羽長秀ですね。丹羽長秀は最後清須会議の時に勝家ではなくて秀吉の方に組してくれた丹羽長秀ですね。丹羽五郎座長秀。あとは関東管領職に就いた勝政。ただ勝政は本能寺の変の時に北条に攻められて神通川の戦いかなんかでね負けてしまって、そのまま自分の領国に戻って、そのままなんていうのかな、この宿老クラスから一気に転がり落ちてしまったところですよね。お、成政がまたうるさいぞと突っかかってきましたね。静かにしましょう。さあ、信長が来ました。それでは今後についてだ。知っての通り、我が家の最終目標は天下統一である。まずは守備を固めではならぬ。今月は内政を行いたい。この方針に関して何か意見のあるものはおるか。いや、これは何も言わないで方針に従いましょう。そうだな、これは兵糧売却を請け負いましょう。3000石を与える。少なくとも1200貫は稼いでまいれ。なるほど。1200貫をなんとか稼いでこなきゃいけないんだな。兵糧を売却して軍資金1200貫を稼ぐと。で、60日間か。できるのかな。うんうん。指名情報は R を押せば出るということですね。まあ、このあたりはいいでしょうというところです。で、そうなんですよ。兵糧売却といっても、どこで何をしたらいいのかっていうところですね。うんちくじいさんが出てきたぞ。うんちく、そのまんまなのかな、このうんちく垂れるのかな、この後。うんちくじいさんに教えてもらいましょう。まあ、兵糧を売って金を稼ぐ。まあ、それは分かってます。町の米屋で売るが良いぞ、ということですね。で、米の相場があるんで、様々な町を訪れて、より安値で購入、より高値で売却するのがいいと。なるほど。で、算術や弁舌の技能が高ければ取引を有利に進められるというふうに言ってくれています。まあ、秀吉このあたりはうまそうなので、ちょっと早速じゃあ、兵糧売却しに行きましょうか。お、城に来ちゃった。自宅に行って、ちょっと一日休養入れてみますか。一晩だけ。清須城から出て、じゃあ早速旅に出ましょう。で、他の町を城に行くにはどうすればいいのかということでね、行き先指定で移動する手段がありますと。まあ、行きたい場所を選んでそのまま放っておけば行く感じですね。で、あとは本拠に帰還の札が便利ということで、本拠地の場所がどこであれこれを選ぶだけで直に本拠地を目指すことが可能だというふうに言ってくれています。で、×ボタンを押すと目的地の地点を自由に設定可能。なるほど。
まあ、このあたりはじゃあやりながら効率がいい方法を見つけていければ良さそうですね。で、履歴からも選べるというふうになってますね。まあ、このあたりはプレイを進めていければいろいろ出てきそうというか便利な使い方になっていきそうですね。で、近くにいる人がいる場合には会話コマンドで会話することもできます。なるほど。人を指定して人に追いついて話をするというのもありと。賊が出現したら、船票であってるのかな、船票を購入しておくと襲撃されないというふうに書いてますね。では行き先を指定しましょう。まずどこに行くかだよな。キオスの町に行きますか。商人の町って書いてあるし、早速米をちょっと売りたいですよね。米屋に行って米を売りましょう。米屋についてちょっと話を聞いておきましょう。相場調査、兵糧売却、兵糧購入の3つが行えますと。なるほど。情報量を100貫払わないと、その町ごとの相場を教えてくれないと。まあこの時代からすでにやっぱり情報は金ですね。では早速相場調査で お引き取り相場が532。もうこれじゃあいいじゃん、3000貫全部売ろうよ。兵糧売却しよう。1596貫になる。全然いいじゃん、承諾しよう。これでだって1200貫でいいんだよね。軍資金を1200貫で、主命成果プラス1596。もっといい割があったとは思うんですけど、まあこれでいいですよね、まずは。というところでですね、ちょっと今回導入部分を見ていただきましたけども、こんな感じでまったりプレイにどうも、対抗力試練の方はなっていくんじゃないかなと思いますので、お付き合い今後もよろしくお願いいたします。というところで今回はこれで終わりにしたいと思います。次回はですね、お城に戻って信長様に主命達成報告をしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。